日本埼玉県上尾市、河原武器・河原武器は埼玉県上尾市の大技。市の統計などでは原子地区で分類されている。郵便番号は362-0022。面積は2.3169平方キロメートルで、上尾市の町、字では大技平方、大技原子に次いで広い。本校では、同地域に、かつて存在した河原武器村についても記す。 埼玉県東部で、上尾市南東端の大宮台地上に位置する。西で原市に、南で、埼玉市見沼区東大宮に、東で、道区丸が、先、丸ヶ崎町に、北で、蓮田市大和まごめ、大技、蓮田や北足立郡稲城大和、小室、栄に隣接する。宇都宮線が縦断するが、地内に駅は設置されていない。また、 国道16号東大宮バイパスが横断している。直下には、綾瀬川断層が所在する。北部の綾瀬川周辺を除き市街化区域で主に第一種、低層住居専用地域に指定されている。北部の市街化調整区域には、学校や斎場、調整地などの公共施設や、物流施設が立地する。市内の小山台団地周辺に、 小山大遺跡や秩父山遺跡など多くの縄文遺跡があり、住居跡や、ピットなどの遺構や、土器や石器などの遺物が発掘されている。柿以外にも、新編武蔵風土機構には、高木は原、谷の入りの記載があるが、現在の場所を特定できない。また、前原、稲荷八山、中高、山中、稲荷、宮田、坂上、坂下は、 下河原吹村に属していた。住宅地の地下は2019年1月1日の工事地下によれば、河原吹屋在成八津山2131番号の地点で10万5千円、平方メートルとなっている。元は江戸期より存在した武蔵国足立郡南部領に属する河原吹村であった。村の規模は上、河原吹村は東西7町南北13町余り、 下河原吹村はおよそ東西三町南北四町ほどで個数は河川域では本河原吹村は六軒上河原吹村は五十軒下河原吹村は五十軒であった村高は昭法年間の武蔵国連縁部では河原吹村として六百三国余り元六号町によると上河原吹村として三百八国余り下河原吹村として二百六十四国余り 天保号庁によると、本、河原吹村として67国余り、上、河原吹村として306国余り、下河原吹村として265国余りであった。見沼大洋水の改作の際に上、河原吹村には、見沼通船の河原吹菓子と称される、柏場が設けられ、江戸に物資を運ぶ拠点となっていた。農産物の一大産地であったようで、百七十五年の、 農業産物港は、武蔵国軍村市によると、米243.32国、大麦365.5国、小麦42.5国、大豆38.25国、小豆4.5国、栗7.5国、冷え17.5国、蕎麦1.83国、干暑6320貫、里芋2400貫、菜種2832貫。 捧げ4.5国、え6.7国、ごま3.25国、大根1 0 0人参40貫、山芋440貫、ゆり根160貫、柿440貫と実に多様な農産物が生産されていた。鉄製の瓦吹き係とい東消防署言私文書2017年10月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東日本旅客鉄道宇都宮線が地内を通過するが、駅は設置されていない。隣接する埼玉市見沼区東大宮に所在する東、大宮駅が最寄り駅で、河原武家在な八津山2131番号の地点からおよそ 1.4km 離れている。ありがとうございます。